大高森山頂大高森展望台から見た西側の有形台、高森二等三角天台高森は宮城県東松島市の宮戸島にある山標高106メートル奥松島と呼ばれる地区にあり古くから日本三景松島を眺望する地として知られるその眺望は総観として松島四体観の一つに数えられる 松島湾最大の島である宮戸島の最高峰であり、山頂付近からは四方を展望することができる。標登山口及び西登山口は、宮城県道27号区、松島松島公園線沿いにある登山口で、登山口がわかりやすく、また、山頂までの道程が短いため観光客がよく、用いる。最近整備が進んだ東登山口は途中まで、 道幅1.5メートル以上3メートル未満の軽車道のため大高森の中原まで自転車などで登ることも可能。氷登山口及び東登山口から山頂に至るコースは奥松島田んぼの道の一部として整備されており、東登山口は奥松島パークラインから室浜川に抜ける最近舗装された道路沿いの途中にある。 4月から10月までは、大高森観光桟橋と五大道近くの松島観光桟橋との間で、団体客対象の臨時観光船が運航される。ありがとうございます。